泉橋酒造株式会社は神奈川県海老名市にある酒造会社。泉郷など日本酒を中心にリキュール、味噌、醤油を製造し酒米や酒器も販売している。創業は江戸幕末の1857年。現在は酒蔵見学ツアーを受け入れており、敷地内には江戸時代からの土蔵を改装した交流施設を兼ねる直営店、主有館がある。 また JR 海老名駅近くでは、レストラン、蔵元加工泉郷も運営している。昭和10年代の土地改良まで泉橋酒造の裏手を流れていた泉川と屋号の橋場を組み合わせ、泉川、橋場イコール線郷となる。関連団体。平成9年に発足した酒米栽培農家の研究、栽培会。泉橋酒造のための酒米。 一般米を栽培する。栽培品種は山田錦、楽落風、米、新力、コシヒカリなど。発足から8年間は長谷正春の指導を受け、窒素成分を抑えた栽培方法を取る。神奈川県農業技術センター、海老菓 JA、相模等の協力のもと、原化学肥料、原農薬栽培に取り組み、 陶器淡水などの研究も神奈川県と行っている。会員数7名、事務局は JA 相模内に置く。栽培面積約38ヘクタール。平成18年度最優秀賞受賞。ありがとうございます。